旧富士銀行横浜支店は神奈川県横浜市中区本町4丁目に所在する建築物である。1929年に完成し2001年まで富士銀行の支店として使われた後2005年より東京芸術大学大学院の校舎として使用されている。本町通りと馬車道が交わる現在の本町4丁目交差点角に 1929年に安田銀行横浜支店として建設された。1923年に11業が合同で、設立された安田銀行は大正末期から昭和初期にかけて各地に支店を設けたが、森岡、福島、本所、横浜の支店はいずれもルスティカ済みの外壁と4本の不柱で構成され、よく似た外観を持っていた。 本ビルはその中でも最大の規模でかつ唯一現存するものである。1948年に財閥解体により安田銀行から富士銀行に業名が変更された後も引き続き富士銀行横浜支店として使用され、1954年2月には南側に増築された。富士銀行は2000年に水穂ホールディングスの傘下に入り、本、 建物内の横浜支店は2001年に館内駅近くのビルへ転出し、統合時に横浜中央支店に店名変更した上で実店舗として現存する。日本建築学会より富士銀行に対した建物の保存に関する要望がなされ、2002年には横浜市が建物を取得。2003年度には横浜市認定歴史的建造物に認定された。 2005年より東京芸術大学大学院映像研究科抜射道校舎として利用されている。他に横浜市内に元町中華街校舎、万国教校舎のキャンパスがあり、抜射道校舎は映画専攻の講義が行われる。なお、横浜中央支店は2020年2月に本、建物から本町通りを県庁方面に150メートルほど行った先にある 横浜市店内に移転し実質的に統合された。ありがとうございます。